ミュージカルカフェようこそ。なんと今日はなんと皆さん塩見真央さん来ていただきました。来ました。はい、来てこちらに来ていただきました。カフェドオアラさんに、はい、今日は来させていただきました。今日はちょっとミュージカルカフェ的に質問をいろいろ、私が喋るよりも皆さん全然お話聞きたいと思うんで、塩見さん、真央さんのお話をたくさん聞きたいと思います、はい、と見たんですけど、塩見さんは、ポイテング、はい、昔懐かしい、はい、なんか好きやったんですか。小学校1年生の時に初めて見た作品が春の踊り恋天狗ファーストラブという、ね、はい、懐かしいですね。懐かしい。どなたかのファンだったの。いえ、私小学校1年生の時にこちら宝塚の方に引っ越してきまして、その時に初めて母に連れられて見に行って、でもそれです、はい、誰かのファンとかではなく、いやもうこんな世界があるのかという、もう男の人、男役の人はもうやっぱ男の人と思ってるし、女役の人はもう女の人という、なんかこれは何なんだろうという、小学校1年生ながらにもうやっぱりちょっと度肝を抜かれて、その時に私はここに入ると思いました。すごい。岡部ひろみさんも出てらっしゃって、はい、この間ね、はい、童話物語で、もう童話物、あ、もうまさかそんな方とご一緒できるなんてっていう、やっぱ王子公演って素晴らしいですね。もうずっと若葉さんの舞台はもう、はい、さよなら公演までずっと拝見してたので、はいはい、ね、もう電気車でいられるから、何でもできねえな。そうですよね、はい、私ももう恋天狗面白すぎて、親ちゃんやったさとかありましたよね。チャチャラチャ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 、もう全部できます。いや、すごいすごい、全役できます。私もめっちゃやりました。親えちゃんやったさん、おっかさんって言ってね、あれね、スカイステージでやるんですよ。3月1日もめっちゃ楽しみにしてるんですけど、皆さん見ましょう、はい、めっちゃ面白いですよ、ほんまに。で、まあ、ファン目線としていろいろお聞きしたいんですけど、宝、はいはい、塚ってこう配役発表じゃないですか、はいはいはい、ね、ドキドキやと思うんですけど、どういうふうに発表しているんですか。あれはですね、降板表というのが出てですね、はいはいはい、まあ、全部紙に貼られて、はいはい、集合日がまあ大体1時からっていう風なのが、うん、まあまあ大体なんですけれども、うん、1時になったらこう、お父ちゃんがね、うん、お父ちゃんって皆さん分かるんですかね、なんかね、組の、そう、組にお父ちゃんっていう人が1人ずついるんですよ、うん、もうみんなのお父ちゃんなんですけども、うん、まあ、その人がまあちょっとあそこ怪我したって言って言ったらすぐ病院連れてってくれたりとか、まあ、ちょっとそうですよ、プロデューサーとはまたちょっと違って、まあ、東京公演とかもそのお父ちゃんがついて、もう絶対その専属、そうですよ、寮にはね、男の人は泊まれないけど、うん、お父ちゃんは泊まってるみたいな、もう本当にお父ちゃんです。生徒さんの、え、何歳ぐらいの方なんですか。お父ちゃんですね。年齢もお父ちゃんですね。お父ちゃんです。はい、でその方がこう立って立ってきて、こうバーって貼るんですよ、うん、へこの長いの私じゃあ見返るってこう書いてあるんです、はい、だからそういう風に書いてあるのでどんな役かわからないんですよ。分からないですね。だからね、こう場数が少なくても、うん、まあ、いい台本を読んだら役やってんやとかっていうのが分かる、はい、もうちょっとなんか台本読んでやったこの役とか悔しい思いとか、まあ、いろいろありますよ。そんなん聞いていいでしょうかね。ありますよ。いや、まあ、それはね、やっぱり下級生の時はですね、やっぱりね、うん、もう次こそいい役欲しいっていう、まあ、みんなそうだと思うんですけども、うん、ね、もう春菜ゆりさんなんかはもうね、もうちっちゃい時からもうずっといいお役でされてきたからね、ちっちゃい時からね、まあご苦労もされてると思うんですけど、もう私なんかもうペー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 だったので、人気組で初めて新人公演でいいお役をいただいたのが県の時の忠臣蔵で、和尾洋華さんがされてた読売という役と、ふわかずえもんという役をさせていただいたのが、それが一番初めにいただいたいいお役、新人公演で、ね、でもいろいろありますよね。いやもうでも、まあ、いいお役をたくさんいただいた方だなと、私はもう本当にありがたいなと思っております、はい、でもやっぱりね、味があって
人間性がこう逆にこうね、皆さんもにじみ出る方なので味しかないんですよ。いやだから、ね、いやそんな今でも絶対めっちゃ隠れファンいると思うんで。本当ですか？いっぱい隠れないでください。隠れないでください。今からまだいっぱい出てもらわないと。表に出てきてください。らしいですよ皆さん。ぜひカフェドボアラへ。そうだそうだ、カフェドボアラに来ていただいたら、そうそう、ミュージカルカフェのお茶会に来てください、はいはい、いらっしゃるので、はい、で私たち今度あの、ね、春菜由里さん出ていただいて、鈴田さん出ていただいて、はい、であのお稽古に来られるたんびにドギマギしてお茶は出すんかとか、なんかこれはどうするんやみたいな、なんかあたふたするんですけど、はい、ちょっとお聞きしたいんですけど、何でしょう、何でも同級生とか旧生でなんかうちらお稽古しててしたらかんこと、これは絶対上級生に失礼やから高いよみたいなことってもしあればお聞きしたいなと思う。はい、どんな感じですかね。何もございません。そうです、なんか視線の下からなんかお話をお伺いしないといけないとか。はい、なんかで聞いたあのですね、やっぱもう春菜さんとか、うん、もう鈴鹿てる様とかはもう本当のもう上級生なので、うん、もうお二人に関しては全くそういうのはございませんし、まあ、今も OG になるとあんまりそこまでっていうのはないですね。まあ、本当になんかこう、ね、失礼なこと、普通の失礼なことがなければ、うん、あ、なるほど、大丈夫だと思います、はい、もうめっちゃ優しくてもう本当によくしていただいてるんですけど、なんかもう、ね、あのどうしよう、緊張か、いやもうなんかもうやったら受け入れてくださるので、うん、何でも、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、普通で大丈夫だと思います。そしてですね、はい、組替えをたくさんされてる、はい、一般心理的にはやっぱりそこの組のカラーってあるじゃないですか、はい、こうみんなで家族みたいなね、うんうんうん、でファンもそれを応援してるから、なんかこの人応援してるけどなんか組を応援してるみたいな、なるほど、やっぱりそういう感覚があるので、はい、なんか組替えでポンとなったらやっぱファン的にはね、皆さんちょっと辛いなみたいなあると思うんですけど、なんかその人がいるその組が好きみたいなのがありますよね。そのね、磨いたくさんされて、こうね、されてる側の心境っていうのはどうだったんですかね。そうですね、私は最初雪組いて、月組で星組って、まあ、3つ組替えさせていただいて、あのジプシージェンヌと呼ばれていたんですけど、いやもう期待やから組替えさせて、そうなんですかね、絶対そうですね、そうなんここに来て、ここに来てみたいなね。いや、まあ、それだったらいいんですけどね、ここいらんからやったらね、ちょっとあの寂しいんですけれども、私は雪組も大好きですけれども、月組でも、なんかいろんなこと経験したいなってすごく思ったので、私にとってはなんかすごく、なんか節目というか、また新たな自分を発見できる。じゃないかなっていう期待もありました。もちろん寂しいっていう気持ちもたくさんあったんですけど、新たな男役がなんか発見できるかもっていうのは、あの雪から月、月から星へ行く時も全てにおいてなんか感じてましたね。すごい前向き。本当に宝塚ファミリーだって言うんですけれども、もちろんはファミリーなんですけれども、やっぱ組ごとのカラーがあって、でまた組ごとのカラーもだし、あのトップさんによってまた、うん、はい、あのやはり前面にダンスをしたい方、うん、前面に芝居をしたい方って多分きっといろいろいらっしゃると思うんですよね。そういうのにあのやっぱり組子も どれだけ対応できて、その真ん中に集まってこうみんなが進んでいけるかっていうのが私はやっぱり理想的だったので、うん、トップさんの周りにいるような役が多かったので、うん、特にその橋渡しじゃないですけど、下級生、まあ、例えば大勢口があって、まあ、私たちみたいな、私がやらせていただいた役みたいなのがあって、トップさんがいたら、まあ、その間を取り持つのは自分っていうのが多かったので、でショーとかでも私が蝶の場面とかが結構多かったりしたので、それで まとめるとなると、その真ん中にいる人よりもやっぱり蝶がどうしてもこうその場面をこういう風に盛り上げようみたいなのに携わるようになってくるので、そうですね、稽古はいろいろ面白くてですね、まあ、組によって違うと思うんですけども、まあ大体1時から稽古だったら、また12時からまあ一番上級生が、はい、じゃあ12時から明日稽古です、そしたら11時からその下級生が、そしたら10時からその下級生、で9時からその下級生、
みんな7時ぐらいから練習してるじゃないですかね。見ていただくのに、やっぱり、やってないのに見ていただけないから、うん、そうですね、はい。物語、たくさんこのチャンネルをご覧いただいている方。でも最近、ブルーレイはまだなんかっていうね、ちょっと、そろそろちゃうかって、ね、なんかもうそろそろまた見たなってくるね、このタイミング。あのどうなるで、この間、あのカツラ合わせでお会いしたときに、あのね、もうそろそろって。立てたって楽しみ、そろそろだと思うんですけど、はい、めっちゃいいメンバーっていうか、なんてすごいいいメンバー。やっぱりこうしょうちゃんをこう皆さんがリスペクトしてて、うんうんうん、そんでみんながそれにも絶対この作品をいい作品にしようっていうなんか心意気っていうのがもうめっちゃ感じて、本番までどんな感じだったんですか。もうめちゃめちゃいろんな役されてたと思うんですけど、あもう切っても切っても塩見まほそうでした。本当に本当にいまだにこう宝塚現役のなんか男役の色気もすごいねありはって、全くないですよねめっちゃそれすごかったですよね皆さん。そうですか。男役の色気が今のこのね、こう失礼なんですけどこう年代で逆になんか童話物語でこうグッと出てはって、だからね、皆さんすごい、だからね、皆さんめちゃめちゃこう、ね、大好評やったじゃないですか。いやどうでしたか、やって。まあ、私なんか、まあ、三役させていただいて、まあ、まさかそんないっぱいお役をさせていただけると思わず、でも、あの本当に三役とも全然違うキャラクターで、一応あれ、カツラもね、全部違うんですよ。そうなんですね。私ぐらいじゃないですかね、3つもカツラ持ってたの。そうなんですね。本当に、あの、あの出させていただいて、ちょっとね髪型のこの分け目とかがとかこういう感じがちょっと違うね。そこもねブルーレイだったらちょっとね、わかりました、皆さん見ましょう。チェックしていただけると本当に違うんですよ。違うですね。そうなんですよ。まああの本当に春菜様からあのお電話いただきまして、あの年尾のお父さん役っていうのは、まあ、もうお聞きしてたんですけれども、であとまあそのトラさんという役と、あともう一役その、松頃のお父さん役をさせていただいて、いや男役冥利に尽きるというか、きっと誰しもがやりたいお役だったんじゃないかなと思うお役を、ね、まあ、あの中ではとても下級生だった私が、はい、三役もさせていただいて、もう本当に楽しくて楽しくて毎日が、あので上級生の方にもすごい可愛がってもらいましたし、下級生の子たちもすごい慕ってくれて、とにかくあの稽古場に行くのが楽しみで、草野先生にダメ出しをいただいたり、あのいろんなこと上級生からお話をいただいたりっていうことがなんてありがたいんだろうっていうのをなんかひしひしと感じて、やっぱ若い頃は注意されたらうんとか若さゆえに、じゃあやってみなよとかね思っちゃう天の弱だったので、なんですけどそうやって言っていただけることが、それもね年代がこんだけ違って、もう私はなんて幸せなんだろうって、春菜百合様からお芝居のダメ出しをいただく、ダメ出しじゃないですね、ノートですね、ノートをいただくとか、そんなことって考えたことがなかったから、あとまあ寿さんとか若葉さんにも本当いろいろ言っていただいて、もうそれって宝塚にいたからこそこうやってありがたいことをお話しいただけるんだなっていうのをすごくひしひしと感じて、もう何でしょうね、嬉しくてしょうがなかったですね。優しさにじみ出てたよね。いやいや、もうでも皆さんにはもうちっちゃいちっちゃいって言われて、ファンは皆さんね大好評でしたよね。いや、そう言っていただければ。松五郎さんね、子供のね、こうね、うん、まあ、そう。めっちゃなんか良かった時から、もうブルーレイ楽しみですよね。あそこにやっぱり本物の男の人入ってほしくないなっていうか、やっぱり宝塚の人たちが、でも今の年代やから、皆さんの身のこなしとか、その役の感じとか、なんかさらにこう、ね、磨きが重なって、なんかすごい、もう翔ちゃんは髪型当てたよ、もう大賞やんな、演劇大賞やな。いやもう素晴らしいです。あれはちょっと賞いただかないとね、日本で。本当にそう思います。感じでしたけど、いやその周りの方たちも本当にいい
感じのチームでしたよね。皆さんも本当に塩見さん大人気でしたよ。いやいや、ありがとうございます。もっと言ってください。いや直接言いに来てほしいです。そうですよね。カフェドボアラス。そうなんです。皆さんお茶会に来たら、いらっしゃるので。5月の。お茶会じゃなくても、ここにいらっしゃるんですよ、ね。そう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 。じゃじゃん、いいですか、見てて。じゃじゃん。これです。はい。はい、もう今、だいぶ、はい。はい、もう結構どこから申し込みが、なんかね、あの東京とか名古屋とか、もうもうすぐもう入れなくなりますよ。皆さん早く予約してください。予約してくださいね。一般的にはなんかそんなあの時よかったですとかなんか言うのもなみたいなね思うじゃないですか。こっちとしたらね、やっぱり言ってほしいですね。言っていただいて、あ、じゃあ次も頑張ろうとか、らしいですよ。あの時はそういうことあったなって思いながら、なので、意外と大丈夫なんですね、じゃあ。お伝えして。伝えてください。わかりました。じゃあ皆さん、ぜひ、このカフェド・ボアラさんに来て、話をしてください。ここ来たら、お写真一緒に撮れたり、もうサインでも何でもすごい、はい、らしいですよ、はい、皆さんぜひ来てください、はい、いやもう今日は長いこといろいろお話いただいて本当にありがとうございます。もう神回やな。いやとんでもないです。ありがとうございます。じゃあの、はい、お茶会の時は、はい、また皆さんお待ちしております。皆さんぜひお会いしにいらしてください。はい、それではまたミュージカルカフェにお越しください。ミュージカルカフェ。